はい、皆様こんばんは。今日は2020年12月の27日日曜日のボギーチャンネル、私主催のボギーテトコンでございます。今日昼間12月31日放送の、ラジオワンヌウムイの収録がありまして、今日はゲストにですね、県外からミスター G さんも、参加しまして、非常に賑やかな4名での、収録ということで、令和2年、大晦日の、10時からの放送、今日収録、きれいにね、取り終えたということでございまして、この1年私5ヶ月ぐらいはちょっとね、ラジオの方に出てこれなかったんですけど、その間ずっと、タカさんと HK 仮面さんがね、切り盛りしていただきまして、また、アーカイブの方は、はい、ボギー中佐やね、ラプテンさん、いろんな方々、そしてボギー少佐などもね、協力していただきまして、もうアーカイブもずっとね、乗っけていただいておりまして、誠にありがとうございます。本当に今年もね、あと少し、今日27日なんですけどね、もうあと4日ぐらいで令和2年も終わりということでございまして、本当に来年どんな年になるんかななんてね、思っております。さて、今夜のボギーチャンネル、初っ端からデマ情報にご注意くださいなんていうね、字が書いてありますけど、これは実は私が字を入れたわけではなくて、こんな感じで政治家本人が、ツイートをしてるやつをね、引っ張ってきましたけど、いや、本当に最近は政治家もね、ツイッター使ってるのはいいんですけど、上手な人もいれば、本当にど下手くそな人もいるしね、こいつ大丈夫かという人もいますけど、さあ、今日はどんな話をしようかなと、思っております。今日の収録の分につきましては、12月31日の、夜10時から、はい、夜10時ですね。今年もあと2時間ぐらいという時から、沖縄のラジオ地上波では、流すことになります。多分、アーカイブでもね、一緒に、ツイキャスの方で流れると思うんですけど、ぜひまた、お聞きになっていただければと思います。相変わらず HK 仮面さん笑わせていただきました。今年もね、初っ端から最後までずっと彼にはもう本当に笑わせていただきまして、やはり我々にとってはなくてはならない素晴らしい人材だなというふうにね、私は思っております。さて、この方 IT 担当省ということでね、いろいろ書いておるんですが、ファーウェイを絶賛したり、なんとこの省庁間の会議にZoomを使ったりということでございまして、最近ね、こういった政治家とか官僚より一般の人たちの方が、すごい危機意識があるななんてね、思っております。このように役所の方ですでに、いろんなね、ところで LINE ですね、LINE。LINE を使ってね、いろんなものに便利だっていうことでやってるところもありますけど、この LINE がね、サウスコリアのもんであるということを、本当に役所の方々知ってるのかななんてね、私、思っております。データを抜かれるとかいろんな話がありますけど、やはり外国が作ったものをそのままね、公的なところが使うっていうのはいかがなもんかと思っておりますし、またその IT 担当ね、大臣のところで、各、はい、省庁とのいろんな会議とかで Zoom を使うということを公言をしている。Zoom というのはこれアメリカではね、トランプ大統領、これ中国のもんだっていうことで非常に警戒感を持っておりまして、今インドやアメリカではそういったね、中国のソフトやアプリというのはどんどんやはり、排除される方向にあるんですが、なぜか日本では絶賛されてるというね、本当に不思議な状況があります。はい。今、カルガモさんが Facebook も Twitter もこのツイキャスも多国制ですとあるんですけど、多国制といっても適正国家ですね。適正国家。もう最初から悪意をね、忍ばせていそうな国のやつはちょっとどうかななんてね、思ったりもしますけどね。はい。本当に日本という国はこういったものに対して非常に疎いというか、お金をかけないというか、ね、今カルガモさんが書いてますけど、 Facebook、Twitter とかね、こういった SNS、 みんな外国製じゃないですか。なぜ日本がこれ作れないのかということなんですけど、まあ日本のいわゆる政財界、そしてね、行政も全くね、そういったものに対しての関心がないというか、いや、それってちょっと違うだろうと。やっぱりこういったね、ものについては国がやっぱりこういった IT 担当大臣がいるんであれば、そういったところは主導して、純国産の SNS とかね、純国産の動画投稿共有サイトとか、そういったものについて、私はね、資金提供してもいいんじゃないかというふうに思うんですが、なぜかそういった動きにはなかなかつながっていないというのが、まあ現状ではないんですかね。まあもう少しそこのところをね、きちんと考えてくれれば、もっともっといい方向にね、行くのもあるんじゃないかと思ったりもしております。今、カルガモさんがニコニコの凋落とあるんですけど、ニコニコなんかね、使いにくいんですよね。私も最近、またログインして復活しましたけど、ニコニコも悪くはないんですが、なんか使いにくい。このツイキャスのように、ね、気軽にポーンと使えるようなもんではちょっとないかな、なんてね、思ってもおります。しかし日本のね、役所がこのように Zoom とか、あと、LINE とか、そして、はい、TikTok とか使ってるところもありますよね。沖縄県だったかな。TikTok を一生懸命なんか使ってるところもありますし、もうね、日本っていう国はこういったものについての非常に危機意識が疎いというか、薄いというか、まあそういったところがね、今炎上したところ、まあこの IT 大臣、デマ情報にご注意くださいっていうことで、自分のツイッターでこのような写真を載っけているんですけど、まあ何がデマなのかということね、一言も触れてなくて、そこがまた、つつかれて炎上しているということで、はい。あ、キャロルさんどうもこんばんは、こでございます。カタカナのハチさん。そういうプラットフォームを作れるような教育をしなければ、本当にそうですよね。やはり教育の段階からそういったところ、やっぱり力入れてもいいんじゃないかなんてね、私は思っております。さて今日ちょっと面白いのを見つけたんですけどね。はい、面白いもの。何かと言いますと、たまたまちょっとね、調べ物があってアクセスをしたら、こんな感じになっていました。はい。沖縄タイムス辺野古高江取材班ということで、注意、このアカウントは一時的になんか笑っちゃいますよね。一時的に制限されていますということで、不審な動作が確認されているアカウントです。はい、表示してもよろしいですかということで、何ですかの不審な、はい。不審な操作が確認されているということで、これどういった時に出る画面なんですかね。私もちょっとこういう画面はあんまり見たことないんで、まあ楽天さんが何があったということなんですけど、やはり何かあったんじゃないかということでございまして、コラッケンジさんがまたかということで、はい、いやー、しかしね、本当に利用規約違反ですね。まあそこのところあるかもしれません。はい。不審者。そうですね。反社会的行為を働いた社員もいましたから。ね。はい。しかし沖縄タイムスさん、今年の県内のトップニュース、ね、トップ10とかそういったのやってましたけど、自社の社員のニュースは上の方に来なかったですからね。はい。今、美月さんがリツイートしすぎただけでも出ますということで。まあでも沖縄タイムズさんがリツイートなんかやってないと思うんですけどね。はい、カルガモさんから、平井大臣に関するデマはよく検討する必要がある。そうですね。いわゆる、あちら系の方々からすると、こういうふうに、いわゆる自民党がね、失策して、その自民党の支持層がね、カンカンに起こって、それを批判するのはもう本当に喉から手が出るぐらい嬉しいことだと思うんですよね。まあそういった保守系の方々に寄り添ってるふりをしてデマを紛れ込ませて、まあ煽るね、左の人たちも出てくると思いますんでね。まあそこのところはやっぱり皆さん慎重に。はい。あえてね、デマを流してるアカウントもあると思いますんで、いわゆる保守の支持層の方々と、自民党、そしてこういった大臣などをね、離反させる作戦もあるんで、そこのところはもう本当に注意した方がいいと思いますよ。はい。カルガモさんから、いや、保守側からのデマということね。うん、最近保守なのか何なのかわからない人たちもいますからね。はい。まあでもそれをきちんとやっぱり調べるのは我々自身しかないかななんてね、思っております。コシさんからこれ、沖縄タイムさん、そっちゅうですよっていうことなんですけど、どうしてこういうのが出るのかななんてね、私も不思議に思っております。はい。いやー、しかし、まあ中佐からそうですね、嘘つきと喧嘩始まるのもいますけども、本当に、ねえ、よう頑張ってるのはわかりますけどね。ただやっぱり大人としてけじめつけないと。ね。はい。けじめちゃんとつけてくれないと、まあ応援のしようもないかななんてね、思っております。私はね。時々来ますよ。なんで応援しないんですかっていう、そういった問い合わせがね。はい。いや、応援してもいいんだけど、けじめつけないとね、と。それがやっぱ大人の世界なんですよね。はい。今年はもう本当にテドコンシリーズなんていうのまで作って、誹謗中傷の限りをやっぱりね、尽くそうとして一緒に笑っていたわけですから、それに対してちゃんとやっぱりけじめつけないか、どんなにいいことしたってね、はい、そうですかって応援するっていうことはちょっと無理です。ただこちらはね、誹謗中傷したり攻撃するつもりはこれっぽっちもありません。ただ、頑張ってるねっていうことで肯定的に捉えてるだけでね。うん。秀樹さんから18金ですかと。沖縄タイムさん18金。そうですね。18金というか、まあ反社会的行為やっちゃいましたからね、社員がね。まあ何があっても仕方のないことかななんて思っておりますけど、しかし本当に今日も、はい、ずっと昼間、この収録でね、係りになりまして、ずっといろんなこと喋っておりました。そういった中で、やはり、今の武漢ウイルスの件。まあ本当にこれ、沖縄のね、伊平屋島の、まあ1200名という小さなコミュニティでの、封じ込めに、どのようにやっぱりね、当たっていくのか、これ非常に試金石になると。今後ね、そういった有人離島が多い沖縄の一つのやっぱりモデルケースになるというふうに私は思っておりますし、まあそこをね、まず叩き台にして、有人離島でコロナが発生した時の、いわゆるマニュアル化、そういったのもね、きちんとやるべきではないかな、なんて思ってるんですけど、今の玉城県政が、それやるかな。まあ、半吉のことになると、すごいね、フットワークが軽くて、ガンガン動くんですけど、その他の部分については非常に動きが悪いような気がしますよね。はい。まあこういった部分については何も沖縄県政のみならず国もなんですけど、まあ、100% 完璧なね、対応というのは望むべくもないと思いますが、やはりね、気をつけましょうね、自粛しましょうだけじゃなくて、やっぱり具体的な何か方策っていうのを考えてくれないかななんてね、思っております。まあそういった中で入国ね、禁止というニュースが流れまして、非常に皆さんね、やっとやったかということでね、大喜びをしたんですけど、なんと、中間などの、ビジネス目的の方々の入国は今まで通り、まあ、認めるということでございまして、まあ、11月だけで約3万人の、中間の、ね、方が日本に入ってきている。3万人ですね。はい。11月で3万人だそうです。特に11月っていうのは、入国に関する、いわゆる規制が緩和されてから、ね、2週間の待機期間をなくしたりとか、まあ、PCR 検査なくしたりとか、そういったもので、本当にもうフリーで入ってくる。ただ、ビジネス目的というね、そういった大義名分をね言う人だけ入ってこれるようにしたんですけど、まあビジネス目的以外の人たちもやっぱりいたということでございまして、それが3万人ね。また2月には春節がやってきます。中国のいわゆるお正月、まあ、沖縄でね、この武漢肺炎の第1号患者が出た時にはこの春節でクルーズ船に乗った中国人から発生したんですよね。もう早いものであれからもうちょいで1年になりますけど、また同じことを繰り返すのかっていうのが私とってもね不思議でならない。本当にね、はい、こういった入れないという分については、特例を認めずにね、そういった部分についてもやっぱり入れないんだったら入れないんでピシャッとシャットダウンした方がいいんじゃないんですかね。はい。まあアメリカや欧州の方が感染者が多いのになぜ中間なんでしょうっていうことなんですけど、本当に不思議なもんでございますよね。なんか中間っていうのは特別な国なんですかね。私からするととんでもないと思います。はい。まあでもね、本当に今年1年、まあ私たち、まあ、放送を通じて情報っていうのもいろいろ扱ってきましたけど、やっぱり喋っていいことと悪いことっていっぱいあるんですよね。また言葉遣いにしても非常に気をつけてる部分もありますし、やはりデマだと言われないためにね、それなりにやっぱり調査をしたり、取材に行ったりとかして、それから喋ってる部分もまあございます。本当にこの1年間、あっという間にね、過ぎてしまいそうな気がするんですが、まあ、何事もなくこのままね、大晦日まで見入ってくれたら本当にありがたいなと思っておりますけど、さあ、どうなることやら、本当に私はちょっと、このままで本当に終わるかななんて思っております。で、また年が明ければ、アメリカの大統領選挙のね、まあ、最終的な、まあ、決定っていうのが、1月前半ぐらいに来ると思いますけど、まあ、その時にトランプ大統領、そしてバイデンさん、その間でね、どんなことが起きるのかっていう、そういったものもやっぱり非常に気になっております。令和3年は私はやはり、この日米関係が、まあ、問われる新たな年であり、そして東アジア情勢が今まで以上に混沌とする中で、私はこのもしトランプ大統領が敗れバイデンさんになった時には、この中国の台湾侵攻が具現化すると私は思っております。はい、トランプさんの時には多分やらない。しかしね、バイデンさんになったら私はやると思います。結局ね、香港を手ごめにした時に欧米各国は具体的な対策何も取れなかったんです。それにまあ中共は非常に自信を深めている。そしてね、長年のやっぱり願望であった、台湾をね統一する、石化するという部分についての夢をね叶える最大のチャンスが、このアメリカのバイデン政権の誕生ではというふうに私は思っておりますけどね。はい。ですから来年は本当に今年以上に非常に歴史の渦中に放り込まれる年になると思うんでね、皆さんも本当にアンテナを張り巡らせて、いろんな情報を仕入れて常に先手先手をね、行くようなことをしておかないとね、取り残されてしまうというふうに、まあ、私は思っております。そして今日ね、琉球独立、王族の末裔のね、まあ、高山君というのをツイート見て私ゲラゲラ笑いましたけどね、私のことをデマとか狼少年なんて言ってるんですけど、まあこれはケンジさん書いてるように、受け手にとって都合が悪いことはデマ、まあ受け手っていうか左翼にとって都合が悪いことは全てデマということでございましてね、まあ本当にレベルが低いというか、あちら系の人たちはまあ相手をね、まあけなすことしかしない。まあこんなことで本当にね、互いに理解し合えるのか、多様性っていうのが担保できてるのかっていうのは私はノーだと思っております。はい、ということでね、今日はこれからちょっとまた用事がありますんで、早めに切り上げて失礼させていただきますが、まあ、沖縄、今ちょうど雨が降ってまいりました。昨日、そして今日の昼まではね、本当に綺麗な青空だったんですが、また大晦日に向けて天気が崩れ、そして寒くなるような予感がいたします。風邪なんかひかないでね、また頑張っていこうと思っておりますが、皆様も沖縄以上に冷えてるところにお住まいのことですので、くれぐれもご自愛いただき、ニコニコ健康な年末年始をね、迎えられるよう頑張っていただきたいと思います。ということで、今日の放送、これにて終了させていただきます。明日もね、また、特段急な用事が入らなければ時間通り、放送すると思いますんで、またお時間のある方はぜひ遊びに来ていただきたいと思っております。またハチさんね、いろんな提案いただきましてありがとうございました。またゲンちゃんとね、いろいろ相談して考えてみたいと思います。では皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。